野平島京より北葉川を西に望む野平島集落とは、岐阜県各務ヶ原市にある集落である。岐阜県各務ヶ原市の南西部、木曽川右岸の庭外、木曽川と北葉川に挟まれた河半森の中に位置する。俗に、矢部、島とも呼ばれている。集落名は、当地、各務ヶ原市稲葉のあざ、野平島に由来する。出土しているものから、弥生時代から中世までには、 人が住んでいたと考えられる。もともとあった各見原市の堤防の外に接続する形になったため、集落は堤防の外に位置する。そのため、堤外居住が例外的に認められている。堤外地の集落であることもあり、国土交通省中部地方整備局基礎川上流河川事務所より重要水防箇所に指定されている。 弥生時代から中世までの複合遺跡と考えられる、野平島遺跡がある。ここからは、S 字状公園大付け亀が出土している。基礎川の定外とはいえ、もともとは、個人所有の土地である。AB、かかヶ原はの歴史年表。かかヶ原は2016年2月23日閲覧。 http://www.cbr.mlt.go.jp:/kisojyo:/important:/list:/kiso-01:/ i 国土交通省中部地方整備局基礎川上流河川事務所平成27年度重要水防箇所ありがとうございます